なんか何回もね入れてみたんですけど全然入らなくて諦めました。こんばんは。ゆめみんかわいい、ありがとうございます。こんばんは。ドボーン推しカードセットしてます、ありがとうございます。ドボンね今日久しぶりにやりました。久しぶりにやったらね案外楽しいです。今日も可愛い、ありがとうございます。ケンイチさんバラマイクありがとうございます。マシンガンさんラブラブありがとうございます。ボリリンさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。可愛い、嬉しい。可愛い。お話し会、そうなんですよ。お花、今日はねお話し会の着るお洋服と、あとティフのあったのでティフの話とか、あと普通にお話ししたいなと思っています。ゆいとさんイエーイエーラブ。そうゆみん夏休みなんですよ。皆さん夏休みですか、お仕事ですか、お疲れ様です。学校ですか、お疲れ様です。そうっていうね、本当に緊張しましたね。なんと言っても緊張しました。遅くなりました、全然です。がっつり仕事中で、仕事ですか、頑張ってください。お仕事ね大変ですよね。ねティフ、ティフね、うん行きたかった、うるうる。ねユーミンといえば緊張で、でもあんまり緊張したくなかったんですけどね、緊張しちゃいましたね。なんか最近なんかポップフェスとか、あ間違えた、ウルトラフェスタにね出演させていただいた時はねそんなに緊張しなかったんだけど、なんか初めてやる曲も多くてより緊張したかもです。こんばんは、はじめました。そう瀬戸りめちゃめちゃよく良きじゃないでしたか、どうでしたか。なんかっていうはね、なんかメールとか、まあ、18期みんな言ってる人もいたんですけど、18期ねみんなで考えてやってみます、やりました。で本当にちょっとリップ、久しぶりのリップグロス披露したんですけど、それも良かったです。こっちから楽しいの良かった、楽しんで、すごい私も楽しかったんで、めちゃめちゃ楽しかったんです。でも最初のおばあちゃんの前にティフならではのなんか、待ってテロップにかけますね、ティフ、ティフのお話、ティフのお話とテロップにかけます。緊張してるよね。ディフの最初のなんか AKB のおばあちゃんの前に流れるおばあちゃんっていうんですか、あの紹介の映像もあれもめっちゃ念願だったので、私はやばってそこで一回すごいめちゃめちゃすごい驚きとドキドキでしたね、ドクドクでしたね。そう瀬戸りの話もそうなんですけど、ティフのいろいろお話ししたくて今話しております。こんばんは、お疲れ様です、ありがとうございます。こんばんは。そうそうそう、次に登場するはマロウみたいな映像です。そうなんですよ、それもねすごくね舞台
袖でちょっと見えてたので、その映像もやばかったです。でおばあちゃんっていつも緊張して、それで、そうそうです、東京アイドルフェスティバル2013、そうですそうです、めっちゃね、それもめっちゃ感動しました。でおばあちゃんはいつも緊張しちゃって、こんばんは、はじめまして、そうそう、ネクストアイドルがねすごいドグってきて、そうそうそう、ティフのワクワクがねより、あ、私ティフに出れるんだみたいな、すごいね感謝でいっぱいでしたね、その時は。こんばんは。それね、あと1曲目にネモハマルーマーを初めてね披露して、皆さんの前で緊張しましたね。はじめまして、久しぶりかもでも初めて披露したのはね楽しかったね。上達してました？本当ですか？イエミお披露目の時に、ね、間違えて回転しちゃって、それいつもね時々18期にね笑われるぐらいねそうそう、一曲目にネモハも結構決めてきましたよ18期始まる前、エンジンはですね、なんかねこのなんだ控え室みたいなところでエンジンはしました。楽しいです。と間違えて回転しちゃってお披露目の時には、だからそれは実際になかったんですけど、ティフの時は。なのでまあ一歩成長ですね。ね、ネオハを見なくていいですよ皆さん、お披露目の回っちゃってるんだね踊った中でどれが一番難しかった？一番難しかったのはですね、なんだろう、でもエブリデイカチューシャとポニーテールとシュシュがね難しかったです。こんばんは。そう、難しかったんです。そうなの、ネモハモの後に 2,3 曲ね、ちょっとねきつかった、まあ正直きつかったんですけど、でももう気持ち高ぶっちゃってね楽しくなっちゃいました。そうそうそう、そうなんですよ。そう、めっちゃね楽しかったです。やっぱりこんばんは、はじめまして。エブリデイカチューシャなんかもう本当にね難しすぎて本番できるか心配でした私はケンイチさん、お花ありがとうございます。トラガンさん、ラブありがとうございます。ラブボリリンさん、もしありがとうございます。ケンチさん、ありがとうございます。そうそうね、やばくてね、続けて踊るのって結構きつい、なんかね結構きつかったんですけど、でもね結構本当に楽しくて踊っちゃいました。楽しかったですね、やっぱり一番は。ケンチさん、ペンライトありがとうございます。ボリリンさん、クマありがとうございます。ダンヒさん、もしありがとうございます。カッツーさん、マイクありがとうございます。そう、ステージ楽しいですね、いっぱい踊るの。他のアイドルと会えた、なんか歩いてるの挨拶させてもらったぐらいで、会えたっていうのが挨拶しましたぐらいでした。こんばんは。
ネモさん、ハートありがとうございます。こんばんは。そう、あんまり交流という交流はねしなかったですね。ね、来年も出たいですね。来年はまあホットステージとかね、スカイステージとかね、ね、出れたら、また出れたら嬉しいですけどね。本当に。よしふみさん、ハートありがとうございます。のうさん、ハートポッポ、ハートありがとうございます。そう、野外ステージね、立ってみたいですね。今度はね、こうやってね、まあ、いつも出れるかどうかわからないんですけどね、立ちたいですね。ピーちゃんさん、ハートボーン、ありがとうございます。こんばんは。まあ、でもなんか本当にね、一個だけ大きなミスをしてしまって、ディフは本当申し訳なかったです。ゆみちゃんが研究生で一番印象に残ってるよ。ああありがとうございます。嬉しいですね。そう、ミスしてなんかね、ミスしたのあのね、ミスしてしまって、久しぶりのリップクルスの時に申し訳ないなって。でも それ以外はね、特に大きなミスもしなかったので、気をつけます。これかな、うん、ね、おめでとうしか言えない、歌ってるところが大好き、ね、そこめちゃくちゃ高かったし、ひなのめっちゃ歌うまいからね、一緒に歌うの緊張しましたでもなんか一緒に歌えてよかったですね。みんななんか X を見てみたらなんかみんなそこゆうみとひなの歌ってくれてるしっていう声も見たので、ありがとうございます。坂台さん、クマありがとうございます。 X になりましたよ、私も。 X ゆみちゃんともうね、未来を見据えて X 呼んでますよX 呼びしましょう、一緒にピーちゃんさん、星ありがとうございます。ね、違和感ありありなんですけど、でもリツイートとか言っちゃいますね。多分これツイッターの言葉ですよね。でもリツイートとかは言っちゃうかも。 Thanks。 ツイッター、ツイートと言えなくな、なんて言うんですかね、 X ミンって言うしかないですよ。 X ミンですあの青い鳥からね、黒くなっちゃいました。 X になります。よしふみさん、だるまありがとうございます。そう、違和感ありありなんですけど、そう言ってみます。で、ティフをすごい楽しくったんですけど、やっぱりもっと頑張りたいなって思った、とても大切なフェスでしたね。もう本当に簡単にね、出れるフェスじゃないのでね、すごくありがたかったです。18期全員で出れて。
テロップを変えて私は次のお話に向かいたいと思います。これがね大本命だったんです。お話の替えのお洋服決めます。まだまだねいっぱい話したいことはあるけれどこれにします。会議ねようこそ。本当は自分で聞いてください皆さん。自分で本当はもともと表を作っててお話し会の皆さんが作ってくれるような、なのにちょっと印刷してこうやって持ってきよう来ようと思ったんですけど、ちょっと印刷がね難しくてねもうできなかったの。すみません。ケンチさんこれはココナッツですか、ありがとうございます。チュールクネボさんチュールくだせえ。ありがとうございますペンライト。え、そうなんかお話し会オンラインはここでみたいな、まあ、最終的に後でツイッターに載せたい、あ間違えた X に載せたいと思うんですけど。こんばんは。こんにちは。X です間違えました。え、これえ、違う、家でねできるんですよ本当は。でもなんかね印刷間違えちゃいました。なので後で出すので。え、でも何系で行きたいのは全部で行きたいんですよ。なんかツイッ、あ、まあツイッターまあ何でもいいや。ツイッターでなんかメールで一回何の服装がいいですかって聞いた時にここに書きますね候補を、いいなって思ったのをね書いて、ちょっとかカタカナが下手すぎるので日本語じゃない、ツイッターでね。なんかねメールで一回どんな服装がどんなのがいいですかって言った時に返信を書いてくださったのを参考にして今ここに書きたいと思います。でもかっこいい系がねいいって言って、でも結構最近かっこよくないですか。そう今はなんかねそう何がでも何がいいんだろう。自分の何がいいんだろう、何でもいい、何でもよくない。でも時期がめっちゃいいんですよね、ハロウィンだしクリスマスだし楽しい。なんだろう、可愛い系って言ってもなんだろう、何でも似合う、ありがとうございます。かっこいい系ね、こう、え、でもコートしながらお話し会やったらこうやって動けないのでやめときます。でも可愛い服、セーターとか着たいですね私。じゃじゃーん、これです。これ見えてますか、かっこいい系かわいい系、これはコスプレですね。下の段メイドック、ポリス、ナース、JK、 私はセーラー服はやりたいです。ハロウィンだからハロウィンのなんかのコスプレ、サンタコスも描きました。なんかサンタコスやってもいいんですかってちゃんと聞いてみてマネージャーさんに、そしたらいいですよって言われたのでやろうかと思います。皆さん書いてくださいぜひぜひ。あと
もう覚えて、あ、ここにメモどこすればいいんだ。どれも良さそうですか。でも JK セーラー服は最後に着てみたいので、セーラー服は欲しいです、着てみたいです。皆さん希望があったらどんどん書いてください。え、でもサンタ着てみたいんですよね。福ちゃんさん、いや、ありがとうございます。え、サンタクス絶対したくて、自分がしたいって、したいすぎる感じなんで申し訳ない。え、24、そうなんです、24は確定になります。皆さんもしてください、サンタクスで。ここにオンラインは普通に自分が着たい服着ようかなって考えてて、でオンラインより対面握手会の方がなんか着てた方がより楽しいかなと思うんですけど、皆さんはどうでしょうか。そうです、サンタさんいっぱいそうですよね。そうなんですか。あ、でも自分でね揃えたいですね、自分の欲しいもの。で、サンタコス来てください、皆さんも一緒に。そう、対面の方がねよりクリスマスって、クリスマスじゃない、よりとりあえず対面のやつを決めたいと思います。12月もあるなんて思っていなかった。スーツ、私スーツ似合うかな。こんばんは。こっちは何コスで、いや全然サンタコスでいいですよ。サンタコスします。24かけました。でも私はあのあれ着たいんですよ、セーラー服着たいんですけど、どうでしょうか、皆さん教えてください。ケンイチさん、ペンライトありがとうございます。いつも漢字がかっこよくて読めない。3ニコーさん、ありがとうございます。ラブありがとうございます。いいと思いますか。え、本当ですか。学ラン着てくれるんですか。ガチめのセーラー服、ガチめのセーラー服着ますよ。え、どうしますか、どうしますか、似合うと思いますか。ありがとうございます。何がいいです。え、セーラー服着ていいんですか、本当に。似合うと思います。好きなコスプレいいんですか。でもこうやってなんかこの前の配信した時にね、いいよっていいんじゃないですかって言ってくれたので、これは決定にしたいと思います。あんに着てくださいね、私がちゃんと着てるので。サンタさん、え、いつがいいですか。でもハロウィンの方がいいんですか。いつがいいんですかね。いつがいいかな。でもハロウィンに着るのもありだと思うんですよ。え、でもハロウィンだからハロウィンのなんか着た方がいいかなって。え、やっぱりしょっぱなですよね。え、でも私一応 JK なのでコスプレではないけど、セーラー服は着ないことないので着たいと思います。11月がいいですか。え、11月にしますか。じゃあ
で、でも普通の私服も着たいなってね思っているので、セーラー服にしようかな。あ、11月確かにそうしましょう。12月はサントコス、11月セーラー服、10月はなんかコスプレ。セーラー服いいですね。セーラー服みんなで18期みんなで着たら可愛くなりそうね。イエメンも私服も着たいんですよね、欲張り私できました。私服も着たくて、どうでしょう、私服も着ますね。あ、そっか、部もそうだよ確かに、そう、部も結構もうありがたいことに一部制じゃなくて二部制になったんえ、でも私ナースは着たくないんですナースは着たくないんですけどね。えちょっと、みんな制服好きなんですか、こんばんは。え、もう絶対会いに来てくださいね、みんなさん。ナースはちょっと NG でします。なんか本当に真っ白になりそうでも私服、そう、メイド服好きなんで、メイド服好きではおかしいけど、メイド服可愛いなって思ってるのですけど、でもどうしよう、ここの空いてる日はなんか可愛い私服を着ますね。私服、え、23、24連続でサントコスはおかしいのか。迷いますね、迷っちゃうので、迷ってしまっています。トナカイからサンタか、確かに。でも私服にカチューシャもありですね。23日、チャイナドレス、チャイナドレス、なんか友達とやりましたね、チャイナドレス、メイド服も。なのでお家にありますよ。23、ティアラかぶってほしいですかお誕生日のティアラありますよこんばんは。そっか、土日両方参加できる人かと思うね。うん、難しい。福ちゃんさん、かっこいい。ありがとうございます。ケンイチさん、マイクありがとうございます。ティアラ、劇場公演で1回しか会ったからね、どうしようかなって迷ってます。会いに来てください、ぜひ。ティアラ、みんなティアラ好きなんですけど、カラフルな私服。確かに、白黒しか着ないからな。くれます。確かに、23、24は、まあ、サンタ系にしますね。どうでしょうか。サン
タコス、サンタン、サンタンにします。のさん、いっぱいハートありがとうございます。やったん、コメント欄早い。確かにポニーテール、ね、ポニーテールマジで見合わないので、11月ね。でもさ、サプライズあってもいいと思うんだけど、ので23、24はまあ考えときます。高めツイン、ツインテールも似合わなくて、メガネね、ね、メガネもちょっと似合わないメガネも似合わなくて、固めコンタクトの日は今日です絶対かい。え、でも私服は主にオンラインで着ることにして、でも11月19日はちょっと私服着たいので着ますね。似合ってましたか、ありがとうございます。あら、ケンチさん、こばん、ありがとうございます。福ちゃんさん、似合う、ありがとうございます。ダンビさん、クマ、ありがとうございます。ゆえみのチャイナ服、でもチャイナ服の、迷う。ハロウィンってでもそうですよね、あるある。ハロウィンはまず難しいでもチャイナドレスいいかも。着ちゃいなよ着ちゃいなよ、着ちゃうかも着ちゃいかな、でも迷うな。可愛い系の服も着たいし、難しい。それはオンラインでもいいか。11月って何かありますかね。こんばんは。ケンイチさん、バラン、ありがとうございます。達也さん、マイク、ありがとうございます。ね、対面私服ね、難しい、そう難しいんですよ。11月って10月もまあハロウィンって31か。はい。難しい。福ちゃんさん、はい、ありがとうございます。ケンイチさん、だるま、ありがとうございますどんなお洋服でも参加してくれますか、ありがとうございます。確かに全部着ないならサプライズでもいいよ。確かに面白いかもしれないこんばんは。確かに28はコスプレ、私服多めがいいかな、難しいえ、でもじゃあ23はなんかカチューシャとかしちゃおうかな。
初見です、ありがとうございます。握手会の時ゆめみの私服大好き、連れて連番する予定よ。おお、みんな私服が好きでいてくれるんですね、ありがとうございます。こんばんは。そう、悩み始めちゃってますよ。なんかすごいミラーボール、すごい、イエイ、あ、ちょっとすごい、ありがとうございます。すごい、達也さん、ペンライトありがとうございます。決まってないんですね。まだ全然決まってないですよ。困った困った。ケインチさん、だるま、ありがとうございます。達也さん、星、ありがとうございます。トシさん、ハート、ありがとうございます。気になったからティフで見に行ったよ。うん、ありがとうございます、嬉しいそうなんですよ、即決できないんです。あのご飯屋さんとか行った時も行けないんです、決められないんです、すぐやだ。でも私服、私も私服も着たいんで、私服も着たくて、でもセーラー服も着たい願望はあったので、許してくださいってお感じです。じゃあ28、29、なんだっけ、初見です、ありがとうございます。難しいオンラインは絶対私服かも、でも私服かも、なんか可愛めの服とか着ようかなって思っています。なんかいつもとちょっと違うかもか、それかいつもとちょっとおしゃれなところを着ようかな、いつも可愛く着たくてなんか日本語おかしくなっちゃった。ノーさん、たくさんたくさんありがとうございます。ラブが増えましたね。そう、オンラインってなんかさ、コスプレしても上しか見えないので、なんか悲しくなってくるな気がする。そうなんですよ、オンラインせっかくねツーラー服とか着ても全身見せ、全身ねスカートも可愛いのに見せられない時、それが悲しいです。オンラインはあとすぐね切れてしまうのが悲しいです。ケンイチさん、なる、ありがとうございます。ね、他のメンバーと合わせるのもいいかもね。そう、他のメンバーなんかひなのとか一緒にやりたいかも、服の系統似てるので。そう、リアルめっちゃ後ろ下がっ、服見せてって言ってくれたら全然後ろ下がってて、いつも全然見せられるんですけど、オンラインはね下がれる限界があったので そうくるくるできますよ、リアルなら。じゃあ28は、でもそしたら私服がなくなっちゃうのもそれも悲しくて、私服をもう着たいのです。23日に、でもね、かな、なんだっけ、なんか部がよくわからなくなっちゃった。そうそうそう、今考えると全員でやるのってすごかったですよね、18期ね。23私服ね、なんかにしようかな、悩み中。これは後で自分で決定して見せる形になってしまいましたまあ、なんでしまいましたってなります。あ、でも私服、でも、あ、待ってください、どうしようどうしよう、
難しい。でも11月はセーラー、10月セーラー服、私服私服私服サンタでもいいですね。あ、確かにオンラインはワンショットあるからコスプレも確かにやばい、優柔不断が出てしまってる。キャーン、ボリリンさんありがとうございます。ミラーボール踊っちゃいますよね。セーラー服寒いかな、どうかな。でもいつだってもう踊れば大丈夫だくじ引きで決めよう。でもルーレットで自分で決めちゃおうかな。確かにやばい、もう42分なんだけど、どうしよう、こんなにゆっくり喋っちゃって、やばい。あ、それな、それなっちゃった。うん、踊れば大丈夫だ。ねえ、ちょっと待って、どうしよう。ねえ、見ての日はもうシークレットで行くしかないよ、ここまで来たら。おお、やばいよやばい。ねえ、もうそう、わちゃわちゃして楽しいんですけど。ねえ、ダンスは持ってないです、家にルーレットかな。でも私服も着たい気持ちもあるんですけど、コスプレをしよう。コスプレしたがりで、したがり屋さんになっちゃってるけど、この11月、まあ迷ってきます。ここの10月11月は。でもなんか分かんないでした。でも私結構並んでる時に踊ってる時ありますよ、リズムに乗っちゃって待って、焦る、パニックだ、もう何が何だか分からなくなっちゃった。そう、コスプレしたがりユーミンになってますでもなんかあのハロウィンってなんかしたくなる踊りながら踊りながら握手してもいいんですか。いや、そうそうそう、まあ大丈夫だ大丈夫だ、何着ても可愛い。で、絶対褒めてくださいね、会いに来てくれたら。せっかくめっちゃ決めてきてるのに誰も来なかったら悲しいまあとりあえずね、サンタコスは絶対なんで、それを着たいだけ着てみたい願望があるだけなのでね。2ヶ月ありますかイエミンのお洋服のセンス大大大大大大好き、いつも褒めてくれてありがとうございます。ケンイチさん、たくさんハートありがとうございます。ね、24、最終日おすすめだ、すごいおすすめなんで激推ししてください。皆さん、ノーさんいっぱいハート送って愛を感じます、ラブです、ありがとうございます。うー、かっこはやん沼ありがとうございます。沼さん、うーさんありがとうございます。で、イブはなんかときめいてる服着ようかなときめいてるでもあのなんか冬って可愛くないですか、マフラーしてキーってなってんのそれで北海道こうやってガシ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 みたいなしてるの可愛いなと思うし、こうやってセーラー服をこうやってうーって、あ、セーラー服じゃない、間違えた、なんだっけ、セーターの白いセーターキャーってやってるのが可愛いなって思うから、それやろうかな、キャーってでも握手しながら片手でキャーって11月いい、寒い冬ってそんな感じ、自分が思う冬なんて分かんないです冬ね、
冬ってか、まあ例年通してずっと家で過ごしてるのでわかんないね。西くんさん、ハートありがとうございます。たくさんラブが詰まって、イエミ好きになっちゃう。でもなんかさ、今年の夏もそうだし冬もめちゃめちゃ寒そうな気がしてる。でも用 T シャツでいいですよ、全然可愛い T シャツ買ったんで。ねえ、そんなこんなでいっぱい。11月はベレー帽ね。いや、ベレー帽似合わないんです。本当、これは本当なんです、これは本当なんです。皆さん聞いてください、ベレー帽似合わないんです。なんかベレー帽っぽいものを着てたらなんか隊長みたいな感じの帽子になっちゃって、それをコヒーに割られた経験ありなんで。そう、会場暑いですよね絶対。ベレー帽ね、ベレー帽みんな、さっきもねいいんじゃないって言ってくださった方もいたんですけどね。ね、知ってますよ。リクエスト気づいてますね。でもコヒーは全然悪くないんですよ。体調じゃなくない、本当に言わなかったびっくりして。でもめっちゃ可愛くないですか、ベレー帽してる子って。ときめいちゃいそう、私もね。コヒーちゃんは悪くないんです。ゆなちゃんめっちゃベレー帽ですよね。私もベレー帽って感じが。ベレー帽に白のセーター、暑くても1でもニット着ますじゃん。ベレー帽にこうやって白いニットでグーンってやりたいですね。どうですか。悪くないんですか、ベレー帽変わった。待って、ベレー帽でも欲しいベレー帽があって、実は聞いてください、実はあったんですよね。あったんですけど、一回試着してかぶってみたら本当に似合わなくてびっくりしちゃったので、要検討ですね。書いてきますね、メモ帳に。でも私服褒められるの嬉しいんで、私服も好きなんですよ。私服嬉しいね。今度出る生写真ベレー帽、なんかベレー帽選んだ記憶があります、私。あ、確かになんかベレー帽かぶっちゃってる。どっちみたいな感じなんですけど。ネモさん、ハート、ドク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 、ありがとうございます。ケンチさん、ありがとうございます、ペンライト。でコヒーいつも褒めてくれますよ、イエミのこと。イエミもっと自信持っていいんだよ。あの夕日を、待って、この別に話しちゃう。夕日を見ているかの歌詞に、なんかそれ弓を思いながら歌ってるって言われました。あ、そうだ、リップグロスの、あ、そうだ、なんか私歌詞、待って、柏木さんのね衣装を着させていただいて、柏木さんがなんかベレー帽をかぶってるのを見て、私もかぶりたいと思ってかぶったんですよ。そうなんで、あと10分しかないんです。喋りすぎた、急に。自分が着てた衣装の本人がこうやって目の前歩いてきて、あーって本人とか言っちゃった、あーってときめきました、その時も。でベレー帽を思わずかぶってしまいました。おーちゃん、マイクありがとうございます。おーちゃん、ありがとうございます。ケンイチさん、だるま、ありがとうございます。そう、結論出ないんですよ私ってね、びっくりだ、いつも出ないんですけど。でもこれ以上ね話しても決まんない気がするんで、一回自分が表を書いてみるので見てください。
これを後でツイッターという名の X にね書き込みますに投稿しめるので、なんかあの他にいい案があったら書いてくれてると嬉しいです。お願いします。リプでも何でも待っていますのでお願いしますX ね、 X ちゃんね、 X ちゃんなんで変わったか驚きました。私もそう、 Twitter というのを X に載せたいと思うので、みんなお願いします。皆さんはお願いいたします。でも本当にね、私服褒められる、ね、褒めて伸びるタイプなんで、やっぱり私服買っちゃいますよ、いっぱい可愛いの。でも冬まだ全然買ってない、秋も。第2回開いた方がいいですかねでも決めたがり急にじゃとりあえず案出してみますね。ね、お別れしますよね、やっぱり5回まで。でもショールームこの夏休み中もう一回やりたいので、とりあえず今度こそ印刷して出せるように頑張りますね。とりあえず一回ツイッターに投稿して、あ、間違えた、 X ちゃんに投稿してみるだけしてみるので、ぜひ見てくださいにぜひ見てくださいね。ゆみツイッターパトロールしてますよ、いつもX ちゃんね。そう、とりあえず仮、かっこかりんで出すのでよろしくです。あ、そうです、 X ちゃんで意見を募集しています。よろしくお願いします。宛先は X までお願いします。スクショタイムですか、スクショタイムの顔がね、あんまりいつもよろしくなくて。でもピースとかさ、つまらない、つまらなくない、ピースは悪くない、可愛いのにしますね。なんかね、ハートにしました。ギャルピースね、なんかあの面白いっていうか可愛いあのポーズを編み出していきたいです。私頑張ります。時々止まります。今日のねお洋服はね、ちょっとね可愛いんだ、可愛いんです。キリミですキリミちゃんです。なんかお洋服もう本当印刷するのがもう印刷するのがすぐできなくて、みたいな感じになっちゃって、もう急いできたらこんなきりみちゃんになりました。かわいいです。でもかわいい、かりみちゃんも大好きで、みなみ本当にサンリオ大好きでね。あ、そう、待って、やばい、明日浴衣だ、もうやだ、急にね。そう、きりみちゃんです。ありがとうございます。まあ、あと夢見るボナたち、ありがとうございます。モナテちゃん、うん、ありがとうございます。萌えセリフやばい、髪型決まって、まあやりたいのはあるんですけど、でもできるかなってね。え、やだ、どうしよう。もう胸キュンセリフ皆さん考えといてくださいね、ぜひ。ゆみさん本当にできないですなんと言ってもできないんです。かわいい、かわいい。ねえ、ゆみガチでやるときはやるんで大丈夫なんですけど、でもやだ、緊張する、めちゃめちゃ緊張する。しかもなんかね、やるときありますじゃん。でも緊張はするのでよろしくで、
こんばんは。楽しみ。皆さんぜひ送ってください。明日も見に来てください。パチルームに。ダンビさん、うん、ありがとうございます。ペンライト。ゆみちゃんできるか、かわいい。ありがとうございます。じゃん、嬉しい。浴衣ね、浴衣楽しみ。私もです。浴衣今年ってか久しぶりって、さ久しぶりの再会って感じです。浴衣楽しみ。こんばんは。もう終わらないといけないんですけど悲しいです。もうちょっと話しちゃおうかなと思ったんですけど悲しいですね。私ね、その最近ね、ゆっくりしか喋れなくなっちゃって。そんなことはないんですよ。でもなんかゆっくり話しちゃって、でももうちょっと早く話そうと思えばね話せるんです。早いよ。でもちょっと表を作りたいんで作ろうかと。 X にて募集しております。皆様お待ちしておりますのでよろしくお願いしますね。早い早い。でも1時間なんですよ皆さん、気づいてますか？セーラーは自分が着たいんです。セーラー着てみたいっていう願望あり。そうでね、早口で話しちゃうんです。正解です。応募しておるの、応募しています。よろしくお願いします。で、なんかね、今日の夢は不思議でした。楽しかったです。時間って経つのあっという間なんです。そうそう、願望、なんかセーラー服着てる子って可愛くないですかと思った話なんです。セーラー服はなんか私ずっとブレザーを着ている人なので、セーラーっていいなっていう憧れもあるんですけど、でも、ま、制服買いすぎ。でも制服もう3年生なのでね、私一応冬コーデ、冬ね、冬楽しみ。冬大好き。本当に冬が待ち遠しい。でも秋って何の服着ればいいのか分かんなくなりますよ。長袖。本当ですか？イメージしか湧かない。なんかセーラー普通に赤のリボンっていうイメージだけど、普通にこうみたいな。冬コーデ対決待ってるぜ。どんな楽しみにしてください。そう、2月までですよ。やったね、パーティー。2月5日ですよ、覚えてください。ニコニコです。ニコニコ笑顔の日ですね。延長かなね。でももう喋っちゃった、いっぱいね。ゆみコート買ったんだっけ去年。あ、買ったんだっけ。買いました。覚えた。なんで覚えた。かわいい、ありがとうございますね。本当にいっぱい話しましたね。ランキングを読みたいと思います。いっぱい話してました。私は夜ご飯を今から食べたいと思います。で、コートね、買ったんけど、なんかね、なんかもっとね、私も白とかでも黒とか着たいです。今日もいっぱい喋ってしまいました。ありがとうでした。じゃね、しっかり食べますよ。皆さんも食べてくださいね。暑いし、店もガビもガブ飲みしてください。お願いします。じゃランキングを読みたいと思います。そう、今夏なんです。絶賛夏なんです。フォローしました、ありがとうございます。なんか急に早口になっちゃいしまいました。滑舌よくしたいです。マジ、こちらこそです。で、コート着ませんよ。コート着ないで
と逆に暑そう、楽しくなって、あのマフラー可愛いの買いたいですね今年、こうやってくるんで、うん、でもマフラーね可愛く負けないかも。じゃあランキング読みたいと思います。あれこれか、いきます。では13位から読みたいと思います。髪の毛をきれいにしたいと思います。なんか飛び出てきました。ちょっと慣れたいい感じですか。うん、なんかね髪の毛がパーティーしてますいきます。13位、トシさん。待ってちょっと画角が気になる13位、あ、オッケーオッケーです、いきます。あ、オッケーね。13位、トシさんありがとうございます。皆様ありがとうございます。踊りましょう、うん、ありがとうございます。12位、達也くんさんありがとうございます。バスケ好きなんですかね。はい、11位、ネモさん、あっとチュールください、くださいチュールくださいさん猫を飼ってるのでしょうかね、ありがとうございますで10位、おーちゃんさんありがとうございます。いつも影からじゃなくて全然大丈夫ですよ9位、けんいちさん、バランバランありがとうございます。バラをいつも咲かせてくれてありがとうございます。そして8位、まああと夢見るものたちさん、あ、ちゃんありがとうございます。いつもね XX ちゃん見てますよ7位、のーさんありがとうございます。あ、間違えた、イエーイイエーイじゃない、ありがとうございます。いっぱいハートを受け取りました。 X も見てますよ、 X ちゃんでした、 X ちゃんも見てます。6位、ダンビさんありがとうございます。いつも遠くからいつも応援してくれてありがとうございます。そして第5位、ゆいとさん、ゆいとさんありがとうございます。握手も待ってますよ、ありがとうございます。4位、ボリリンさんありがとうございますね、ディフを来てくださったことでありがとうございます滑舌が悪かった。そして3位、ドゥ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 、坂取さん、ワンちゃん好きなのかなって思ってます、いつもありがとうございます、来てくださっていつも。そして第2位、ドゥ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 、ピーちゃんさん、ありがとうございます。こうやってね覗きますよ、ピーの中からいつもありがとうございます。そして1位、ドゥ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 、福ちゃんさん、ありがとうございます。あのねマスクもねちゃんとねシナモンだったり、ちゃんとシナモンも一緒に好きになりましょうお願いします、ありがとうございます。エゴサが怖い、エゴサがなくてねね流れてくるんですよ。誕生日、おめでとう、あ、おめでとうございます。いつもありがとうございます。貴重な時間を私の配信に来てくださってありがとうございます。嬉しいです。エゴサっていうかね、ゆめはね、あのハッシュタグを見たりしてると流れてきます。おめでとうございます。誕生日。流れてくるんですよ。検索したら出てきますよ、皆さん私の名前を。びっくりです、ありがとうございます、おめでとうございますありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと
ね、喋るのがあまり得意じゃないんですけど、皆さんたくさん来てくださって嬉しいですね。そう、みんな見てないと思っているかもしれないんですけど、みんなのことをちゃんと見てますのでお願いいたします。うん、ありがとうございます。いっぱいリプしてください。ありがとうございます。見られてます。じゃあ見られてます。お疲れ様です。こちらこそです。一緒に素敵な夏を過ごしましょう。もう8月7日で8月になってしまいましたが、お疲れ様でした。ありがとう。こちらこそです。こちらこそですよ。ありがとうございます。じゃあちょっと最後にちゃんと真面目な顔してスクショします。ちょっとピースしちゃいましまいました。また好きな曲ね、帰ってきて嬉しいですよ。私も結構ね、私と同じ曲聴いてる方も多かったです。美味しいご飯食べますよ。うん、夜勤頑張ってください。夢見監視中ですよ、いつでも。じゃあまたすぐにお会いしましょう。いつなんでしょうね。あ、波動です。波動もありますし、あと明日もイパチルーム出演しますので、うん、来てください。こんばんは。ちょっと終わってしまいますが、待って、テロップも消します。夢でも会えます。会えるのでダメ、大丈夫です。いっぱい寝ます。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。ちょっと配信終わってしまうんですけど、またの機会に遊びに来てくださいね。金魚すくい闇できるかなね。明日楽しみにしてください。髪型も決めて、メイクも決めて、全部決めていきます。またね、またねです。そうだ、緊張だ緊張します。ありがとうございました。いつもありがとうございます。そうだよね、それね、長いので気をつけます。ありがとうございました。じゃあ切りますね。そう、明日緊張ですよ。ありがとうございます。ちゃんと表作るので待っててください。またね。明日一発ルーム遊びに来てくださいね、ぜひありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。皆さん感謝です。おやすみなさい。ご飯食べます。またね。ありがとうございます。切ります。切ります。切りちゃいますか。終わらないで切ります。